橋です。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はトレクルでございます。特訓の森太陽、声が来ましたんで、これに初見で挑んでみたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのジンベイパーでいきたいと思います。ジンベイの船が手に入るでしょ、それにジンベイで行くっていうね。ちょっとこれで行けたらめちゃくちゃ熱い。かっこよすぎる、めちゃくちゃかっこいい。一応あのね、解放は終わってます、このフェス限の方々はね。ただあの本が全然ないので全く終わってません、必殺技に関しては。でコアラさん、マルコさん、コアラさん、パンドは一応やっぱり連れてった方がいいかなと思ったんで、ウソッパ連れてきます。フレンドの方最強でございます。よろしくお願いします。こんな感じです、解放は。行きましょう。 OK。 初ウイジンかな、ジンベーパー。俺ジンベーパー使うの初めてかもしれない、進化動画以外で。さあ来た、かっこいい、行きましょう。みんなどう、初見でどこまでいけるもんだろう。で今回マスターだからね、アルティメットじゃなくてね。ってかそろそろヒゲクリアしたい、マジで。もうそろそろ300になるからね、ランクね。はい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 、行く、行きましょう。てかね、まず全然慣れてないこのパーティー、そもそもほとんど初めて使う。ハンコックとコーラとかほとんど使ったことない。あれ強すぎる、ちょっと待って。どんどん倒しちゃう、どんどん倒しちゃう。てか3万もあんの体力。そうか、体力も2倍だもんね。2倍、1.5 倍だもんね。で、フレンドもジンベイだからか。え、強くね？早くも強さを実感しております。強い。ジンベイは絶対強いでしょ。よし。で、まあ、回復が2人もいるし、デンハンスコアラさんでしょ。で、実路に絶対ジンベイさんでなるから。結構良さ、いいとこまで行けんじゃないかな。どうする、初見で濃厚行ったら。絶対そんなことないけど。絶対それいけないだろうけどね。でどこまで行けるかな。でもいい感じのとこまで行きたいね。マスターだしね。これ貯めなくていいかな、貯めてった方がいいかな。なんだ、はっちゃんが何かやってくるのか。はいはいはい。あ、なるほどね。説明してくださるね。ありがとうございます。でもその、ハッチの王人弁で、ダー説明してくれたけど、もうそれ容赦なく叩き潰しますね。失礼します。かっけえ、人弁。一応ちょっと貯めようか。一応ね。うん。で、船は3人号です。てか、早くモビリティ欲しいな。ちょっと300ぐらいになったら、300ぐらいでちょっとクリアしたいね、もうね。さあ、中さんは何もしてこない。何もハッチャみたいに説明してくれない。3番もあって回復2人もいるからな、いけないかな。はい、何、糸巻き組みて、うわ懐かしい。あ、固定されるんだ。あ、なるほどね。まあ大したことないですよ、このジンベーバーにかければね。よし、はいはいはい、清め、まあそろそろじゃん、ちょっとやべ、待って待って、そろそろじゃん、全然溜まったりしてないけど、まあそんなすぐ使わないからいっか。よいしょ、 OK。さあ10面。あ、うわ、何この2人なの。なんか急に魚人回復に全然関係ないけど、太陽の数も関係ないけど、よし、もうバシバシいっちゃってるけど、いっか、大丈夫。はい、11面来ましたよ、この辺からかい。おお、このジンベイなの。ここまで来るとなかなか腕が立つようじゃの。ここから先は一気に手強くなるぞ。はい、特別な船がね、多分あれでしょ、ジンベイの船でしょ、太陽の数が。さあ行きましょうか。まあ倒せるでしょう、ここは。いきます。やべ、待って、余裕で倒せる。しかも肉2000も回復するの、強い、強すぎる。あー、何、全員いった。糸巻組みて、また同じことやってくるのかい。やってくるんかい。あ、結構めんどくさいこれ。で、ジンベイは7割以上と3割以下じゃないと発動しないから、そこを気をつけなきゃいけないんですよね。で、これアーロンの攻撃がなんかなんとなくやっぱやばそうな気がするから、ウソップ使ってみよう、ここで。うん、はい、一応ハンコックの遅延いったんでいいかな。これでウソップ使って、このターンで、このターンというかここターン稼ぎつつ倒そう。それでいけるでしょう、お願いします。やべ、慣れてないキャラでの、慣れてないキャラ台の爆弾は怖い。あ、全然余裕、あ、全然余裕、余裕すぎた。むしろウソップいらなかったぐらいの。マジか。あ、全然余裕じゃん。ちょっとじゃあしっかり稼ごう。よし、マジか、強くね。しかも毎ターン回復300ついてるんかい。
今気づくっていう今気づいたけどめちゃくちゃいいじゃん、これいけんじゃないのとかって上ぶっこいてていけないから、しっかりいきます。ちょっと食らわせつつ倒さないで。よし。オッケー、よし、いい感じでございます。さあ次13面、はい、何、わあ、アフロルービーだ、あー、いえ、こ、わあ、そのパターン、わあ、そのパターン、わあ、なんだノロノロビーム、なんでそんでどうなんの、ロックパーン忙しい、ロックパーンじゃね、これどうしようかな。でももうこれは食らうしかないか、うん、3ターンなんで食らう。いや、ルフィ弱らしたらなんかひたすらとかやってきたらやってくるよね、多分ね。だからルフィは倒さない方がいい気がするな。うん、悩むね。3ターン待つか、さすがに3万は食らせてくることないだろうから、とりあえずフォクシーだけ倒しちゃう。ウソップはなんとなく怖い。あれ、パワーアップするんだっけ、なんか普通のスペダンだとパワーアップしたりするよね。忘れちゃったよ。とりあえずフォクシー倒します、このターンで。あ、余裕で倒せ、ムソップン倒しちゃう。そっちやない、やばい、やばいかな。あ、全然食らわない。オッケー。じゃあ、ソップ倒して、もうルフィはこれは待とう。大丈夫かな、なんか怒るかな。あ、何も起こんない。よし。これならなんとかなるね。オッケー。上肉取って、ここはスロット調整して、もう一回食らっていきます。まあ一応半分以下にしても大丈夫かな、怖いかな。いやー、大丈夫。一応半分以下でも大丈夫。怒る？怒んない。じゃあ普通倒すんだ。よし。全然耐えれたね。OK。さあ続いて14面。おお、全部。あ、しかもこれあれシークレット3時じゃない？赤足の一周。何？ドン。やばい。やばい。状態値向こう。なるほど。ただ私にはマルコがいるんです。え、まだ発動してんの？え、なんでジンベエの戦長効果発動してんの、これ。待って。あ、そういうことか。別に2倍にはなってるかなってことか。ああ、そういうことか。あ、そういうことですね。一応半分の時は確か2倍で、一応今4倍にはなってるってことだね。そういうことか。あ、焦ったわ。やっぱ強いな、ジンベエ。じゃあどうしようかな。ここでマルコを使うかどうかだね。まあ2ターン猶予があるから、いや、先に使っておいてもう1回溜まり直して使えるぐらいでもいいと思うんで、もうマルコ使っています、あえて。うん、使います。はい、もったいないから、まあ一応韓国でも回復できるから、もう1回同じような状況になっても大丈夫だと思う。うん、いきます。サンジを叩きます。ごめん、今外がね、外がちびっこがすごいうるさい。あ、倒しきれる、いったんで、ワンターンって言ってました。ワンターン倒しきりました。じゃあここ一応2ターンかけて、まあマルコのターンをためつつって感じで、半分以下は怖いんだけど半分以下にはしない。簡単になっちゃう。ジンベ強すぎる。よし、倒せるでしょう、多分。いきます。了承、いい感じ、すごいいい感じ。15面でございます。はい、あ、何、ゾンビがたくさん、モリアが99ターン、あー、このターンでモリアが倒せませんってこと。うわ、ここどうしよう。まあでもゾンビを倒してもいいか、復活するかな、なんか復活しそうな気がするな、これ。まあいいか、ここは普通にゾンビを攻撃してみます。はい、これでいけるか、いけない。いや、食らっちゃうな、これ。しょうがない。まあ、1体食らっちゃうけど。地味に食らうね。で、あ、消えた。なんで、何、そう、絶対なんかやってくる。絶対なんかやってくるだと思ってましたよ、私は。99ターンが行ったのわけないでしょ。あー、そのパターン、パッタン今一瞬なんか俺、思考が停止した。バグった。昔の壊れたラジオみたいなやつ。ウソップ使うか。うん。ウソップ使う。うん。OK。で、フグバックから倒そう。
いいんじゃない、大丈夫だよね、うん、ブクブクから倒します。はい、余裕じゃん、全然ウソップ使うまでもないぐらいのあれだったね。いやでもまあいいでしょう、まあいいでしょう、 OKOKOK。 じゃあここは普通に全員倒そう。嘘嘘、ここじゃ、このターンじゃないよ、このターンじゃないよ、次のターンだよ。よし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 、あ、怒ってんのは消えないんだ。これはなんかすげえ攻撃食らしてくんのかな。いけるか、あ、いったんじゃいけなかった、まあいいや、 OK。 結構順調じゃない、めちゃくちゃ順調。さあ16回、うわーなんか強そうな人たちいっぱいいる。誰が言わんこや。もう前もって、前もって言うことでした。わあ、そういうことね、そういうことで、しかも全員行った、3人行った、これはまずい。ここでウソップだったか。さあどうしよう、今何面、16面。まあでも1人2人は多分倒せ、あーでもスムットが揃ってないのか。これわかんないな、こればっかしはもう。まあハンコックもいるので、ここはちょっと食らってもしょうがない、うん、3万はさすがに食らわないと思うから、コアラさん倒そうか、コアラさんだけでも倒す、いきます。倒せないやんけ、倒せないやんけ、全然全然倒せないやんけ、やばい、大丈夫かな、やばいかなこれ、うわ全然倒せない、ここでウソップだったか、うわむっちゃ食らう、むっちゃ食らう、マジか。あでもどちらにせよ3割以下だね。ただ一旦の人が多すぎる。一旦の人多すぎるな。ハンコック使ったところでこれも増えないんですよね、戦長効果多分 2.75 倍は多分できないよね。うわーハックから倒すべきだったかな、どうしよう。ただここでもう遅延使わないとどちらにせよ負け、ただ遅延使うと、遅延使ったら使ったら戦長効果がダメになっちゃうもんな、回復しちゃって。ただでも使わないと負けないで使います。はい、ここ突破できるかな、ここ突破が厳しそうな気がすんな。うんで戦長効果が2倍2倍になっちゃってるしな、まあ仕方ない、うん仕方ない。ジンベイさん使う、ジンベイさん使ってみようか、うんジンベイさん使ってみます。はい、やばい、うおーかっけー。はい行きます、コアラを、コアラは倒したい、コアラ倒してできれば他の人にもダメージを与えたいってことは、何かあります。うわーちょっときついなー、これきついなー、これこれはきついね、やばいな、ここでダメかな、ここでウソップだったな完全に、やばい、うっやばい、あーやばい、これはやばい、これはやばい、もう使うしかないので使います。はい、コアラも使います。うわーここでダメか、じゃあここで、ここ突破できた今どう、まあここパターンだったな、ちくしょー、コアラも使います。でもう岩ちゃんとタッコを倒すしかないね、うん OK、 もうサニーゴも使います、ここで全部使うっていう。もうここ突破できたところであと無理じゃん、いきます、あ、でも突破できる、あ、一応突破できるわ、一応突破できるけど、あ、頑張ってくれ、よし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 、では、まあでもこれお肉取っちゃうと成長効果がダメか、でも1個取っとこうか、うん、もう1個取ってもいいかな、うん、もう1個取ってもいいですよ、OK、うん、よし、あ、一応ここ突破できたわ。突破できたけど全部使っちゃったよみんなの17年、はい、あー麦わらの一味修行中じゃん、しかもみんなすごい、なになにビッグツリー、なになに、何すんの、どうなんの、でかい、どうなる、
打ち消し向こうは知恵聞かないんかーい知恵聞かねえのかよ。うわーもうダメじゃん。やっぱさっきのウソップだったんだ。うわー終わったー、これ終わったね。チョッパーなんか回復してくる気がするから、チョッパーはこのターン内で倒したいね。はい、うわウソップここ使えねえのか。うわ喋るチョッパーが。いやあ、いやあ、やめてー、やめてくそー。はい、初見17回まで行けました、一応ね。悔しい。なんか最初結構いい感じだったのにね。なんかやっぱ後半やっぱしんどいね。くそー。ちょっとまあとりあえずやっぱヒゲだね。ヒゲ行って、ちょっとモビーディックをちょっと手に入れたいです。悔しい。まあ、またいずれリベンジします。そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も頑張ろう。バイバイ。最初はいけないんだよね、こういうのってね。